広島の黄金期を支えた技術の鬼、柴崎恒成引退。柴崎恒成は何度も監督や戦術、フォーメーションが変わる中で試合に出場し続けており、引退を決めた39歳まで技術の衰えを感じさせなかった。それによりチームメイトからはサッカーが一番うまいのは恒成さんと言われていた。また柴崎恒成はコミュニケーションが苦手で、好きなコミュニケーション相手は虫とペット。さらに広島には柴崎組というグループがあるが、柴崎恒成は入っていない。そんな柴崎恒成は来シーズンからはサンフレッチェ広島の育成部門コーチに就任する。柴崎恒成ありがとう。